はい、トラポンです。今回の動画は7月3日、おすすめ厳選時空馬ご紹介動画となります。まずは一つ目の軸クおすすめ厳選時空馬の方からお知らせしていきたいと思います。はい、小倉にレース3歳未勝利戦ダート1700メートル。こちらのレースから取り上げたいと思います。はい、おすすめ厳選時空馬1投目は1枠1番のクラーボですね。クラーボ。はい、クラボね。 まあ5走前にですね京都専用のダートでまあ0秒4差の3着といい内容の競馬してるんですけどもその後ねまね7着11着7着とまあなかなかねリズムに乗れない競馬が続いてるんですけどもで前走ね1008を試したんですけども先行してまあ7着だったんですけども 1400m ね好走してるということはね 1700m の小回り適性は私はあると踏んでおります。で、先行力もそれなりにありますから、今回一枠一番に入りましたからので、ある程度前々に取り付けることができればですね、しぶとく 1700m だったらおそらく競馬になるんじゃないかなっていうふうに私は思っております。で、17.0倍単勝、馬連想お腹し合成四つ6.8倍と、まあ人気もそこまでないですから、まあ、未勝利戦でね、馬券圏,圏内に来たことがある馬なんで、 まあ未勝利戦で、ね、力がしたということはありませんから、まあ、ちょっとした、ね、距離の,その違いで、ね、あの使う距離で変わってくると思います 1700m だと私は変わり身が十分期待できるんじゃないかなとまだ1回も使ってませんからね、はい、私は 1400m、高層バー 1700m で も構想するという1004、1007リンク説が結構私はあの唱えてますのでその法則から言ってもですね1700メートルは私は合うというふうに思っておりますはいということでおすすめ厳選軸馬1投目は小倉2レース3歳未勝利戦ダート1700メートル1枠1番のクラーボレー行きたいと思いますはい続きましては函館3レースですね 函館サンデースの3歳未勝利戦ダート 1700m こちらでおすすめゲーム馬は7枠10番の名称カークスですねはいこちらも5走前に 1400m で2着来た後まあ なかなか馬券圏内に来れないんですけどもこれもねさっきと同じように10007で先行できればね十分巻き返せるかなとここ20008でね後方からの溜める競馬をしてますので全く持ち味がい,かいきなかったということで今回外枠スムーズに先行できればね初戦のように私は一辺もあるかなとそれで24.3倍のオッズが馬、まあ、連想中指合性オッズ5.9倍ですからねこれも私は十分期待値はあるとこちらもね 一回同条件っていうかね、ま新馬戦ですけども、まあ、馬券圏内になってるわけですのでね、そんなに能力が落ちるということはないと思います。はい、ということで、おすすめ厳選2頭目は名勝を把握すれいきたいと思います。はい、続きましてが、福島の3レースですね、3つ目。はい、こちらも1700メートルの3歳未勝利戦ということで、こちらのおすすめ厳選区馬七713番のゲットアップですね。 はいまあ、2走でね、ここ2走、東京戦力マイルで、まあ、先行して頑張ってたんですけども、まあ、直線がやはり長くてね、切れ味負けしている感じですよね。ですので、先行力もありますので、小回りコース、合うと思います。外からスムーズに先行できれば、あしぶといね、先しぶとく、ね、粘り込みを私は測れるんじゃないかなと、1700の直線、短い競馬ならね。 はい、連想流し合成3.0バイト。これは比較的人気ですけどもかなり私はここは硬いというふうに思っておりますゲットアッパーねですのでおすすめ厳選3頭目こちらでいきたいと思います、はい、ということで以上おすすめ厳選軸馬はこんな感じになりましたということで今回の動画は7月3日おすすめ厳選軸馬のご紹介動画でした。以上です